オッケー、それでは今から本番やってみましょうか。いや、ドキドキしますよ、これ。どうなんの？お待ちかけねのヒロインと二人きりの撮影でーす。うまくリードしてね。オッケー、よろしくお願いします。撮影大丈夫なんでしょうか？大丈夫かな、これ。本番行きまーす。なになに？地震起こったにゃん？うっそ、なに？誰これ？大容器。ホゲホエール。なんだありゃ？やばいやばい。でかすぎない？来ていかいでーす。知りません。どうすんの？ムービーの仕業じゃないんですか？この恋も顔のまま戦うの？ちょ、待て、ホゲホゲ丸。戦う？アンベリバボー。あのクジラ私たち襲う気？どうします？よし。決まってんだろ！戦うんだ。今、フミちゃんを守れるのは俺たちしかいないんだからな。立ち向かおうっていうの無茶よ。危ないから下がっててくれ。俺が何とかする。だいたらくんいつもよりかっこいい。行くぜ。さあ、ボスバトルだ。ホゲホエール。俺はお前をやっつける。勝てるかな、これ。絶対強いだろ。さあ、とりあえず下げますね。さあ、必殺技使っていきましょうか。おしっぱい、しくった。エルシャクレド。あ、結構食らうな、エルシャクレドでも。さあ、極楽の術でいい感じに回復で。いいね。ダメージもそこそこ通るね、これは。あ、ちょ。おう。さあ、チャージ完了。痛い。ホゲホエール痛いな、それ。さあ、彼らのダメージでげえな。さあ、エルシャクレドのおたけび。さあ、守り超アップ。よし。なんか刺しちゃった。これなんか狙うとことかあんのかな？かぶりつき、痛い。さあ、これダメージもうかなり抑えれましたね。腹とか？いや、頭しか狙えないね、これは。このままでいいかな？さあ、ブラスター使ってもいいんですけど、なんか一瞬でやっつけれそうだけど、いい、別に。で、必殺技ぐらい見せてやろうぜ。超次元、ホゲシャウト。さあ、なんでしょうか、ホゲシャウトって。超次元サッカー的な？叫ぶだけ？やべえ、うるせえ！うわ、ちょっと待って、全員、取り付き効果付きがちょっとうざいな、それ。何、衝撃波打ってくんの？痛い。結構効く。カルラやられたじゃん。ちょっとお兄さん。さあ、ちょっとチェンジしましょうか、妖怪を。よし。さあ、これでブラッサー使いたいと思います。行きましょう。妖怪ブラッサーセットオン。さあ、これでやっつけよう。よし。さあ、普通にニョロロンでいつものフォーミングアタックでやっつけたいと思います。はい、出えへんかな。はい。はい、ダメだ。普通のアタック。まあ、でも半分ダメージ与えてるから、そこそこダメージ損じゃねえかなと思う。いいね。全然入ってるかな。全然見えないよね。減ってる？これ減ってる？減ってないよね、これ。実を言うと。え、嘘？硬くない？え、ちょっと、これ使えばヌルゲーだろうと思ったら俺が甘い考えだった。やべえ。さあ、極楽の術ナイス回復。あ、取り付きが効かねえか。きついな、これ。百鬼姫に変えよう。さあ、エルシャクレの、うおーっと。さあ、エルシャクレのまた必殺技使っとこうと思います。ちょっと防御力アップがなくなっちゃった。いや、95食らうのは痛いんだって、ほんと。で、百鬼姫が、うまいこと。よし。ダメージソースとなってくれたら、さあ、エルシャクレロ見てダメージやばいって。いや、アイテム使うこれ。シャクレロ、さあ、梅おにぎりとりあえず使ってあげよう。食べていいよ。22しか回復して、やべえ。極楽、ナイス極楽。いいぞ。痛い。うわ、36か。よしよし。さあ、回復が結構間に合ってますね、これだったら。オッケー。さあ、この調子でダメージ与えてくれ。頼む。さあ、取り付き、いいぞ。緩和波も殴っていいよ。回復しつつ。ナイス。全然追いつく。さあ、エルシャクエロ以外は回復みんなできましたね、これで。痛い、かぶりつき。さあ、もう一回ブラスター行きましょうか。ブラスターで削らないと、これちょっと勝てそうにないですね。よし、じゃあブラスター行きまーす。ニョロロロロン。さあ、今度。さあ、また入ってなかったね。まあ。ぼちぼちのダメージ入りますので。いいぞ。よし。なんかブラスターで戦うとかなんか久々だなぁ、ほんと。結局俺おもちゃの妖怪ウォッチブラスター買わなかったんだよね。みんな買った？ねえ、嘘。俺エンマのなんか武器みたいなやつはあれ欲しい。
さあフィニッシュは全然入ってねえ。よし、いいぞ。吹雪3発分ぐらいかな、威力的には。さあ70もいいぞ、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 いいぞ。さあ連続攻撃もう少し。さあこれあれ、いくぞ。さあまたホゲシャアウト、きついってホゲシャアウト。今お終わらして、終わらして、クソ。さあ超次元ホゲシャアウト2回目、叫ぶだけ。ステータスダウンが痛いんだよねそれ。さあ、あとはもうトドメ一発殴ればこれで終わるでしょう。あ、ちょっと衝撃波やばくないこれ。お、一体。さあ、吹雪の術入ってからの決定力。終わりだ。クジラ野郎。ふみちゃんは俺が守る。かっこいい。かっこいい。かっこいい。俺かっこいい。どうじゃ。ん？おー、どうじゃ、やっつけたぜ。めっちゃいいとこ見せたな、これ。なんであんなやつ襲いかかってきたんだ。やれやれだ。なに、まだあんの？復活？嘘嘘嘘、無理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 。なにその黒い玉、スライム？なにこれ？え？一番にゃん、百裂肉肉。え？なになに？なにこいつ？うわ、エルシャクエドみたいな感じ。クジラマンになった。クジラの姿変わったにゃん。サイズは一気に小さくなりましたよ。あの姿は苦し紛れに変身しただけ。早っ、一応まだ強い。スピード段違いにゃん。え、スピードとフォアの両方ゲット。え、これ勝てないってどうする。まるで進化だ。何クッジーラって何。フミちゃんどうしたの、戦うのこれ。だが敵の小型化によって俺たちも戦いやすくなったはずだ。この機を逃すな。友達妖怪召喚全員突入。全員やばいっしょ。行くのもう一回。うわ、2回戦始まったんだけど、これやべえ。大丈夫かこれ、回復してるかな。クジラマンが現れた。あ、よかった。メンツは回復している。シャボン玉吐き出したって何それ、割るの？割れる割れる。シャボン玉は狙うで割りましょう。さあ、味方結構ダメージ食らってますね。やばいな、これ。さあ、エルシャクエルちょっと回復しときましょう、これ。サメ肌に何守りアップ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。さあ、クジラマンの雄たけび。うっそ、後ろも食らったんだけど、これ。ちょ、待って、それ勝てないって、これ。いや、ふざけないで、それ。ちょ、エルシャクレル落ちたでしょ、今ので。嘘やん、ちょ、待って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 。それ、やばいでしょ。ちょ、みんな、避けて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 。避けて、避けて。避けて、これ、やばいって、マジで。ちょ、お祓いした画面しとこう。さ、何？うわー、よくわかんねえ攻撃。さ、ダメージは一応入ってんだよね、こいつ的に。さ、シャボン玉は割りましょうね、シャボン玉。よし。ナイスナイスナイス。何その攻撃。さ、ちょっと ポケモンじゃねえ、交換しましょう。さ、なんかよ、いいね、瓶もらった。よし。さあ、ちょっと待って、カルラ復活させたのが俺、間違ったな。いや、とりあえず妖怪ブラスターでダメージ与えましょうか。これ相当きつい、相当きつい。さあ、ニョロロンホーミング、いきたいと思います。はい、出てくれ、はい、出てくれ、はい、出てくれ。よしよしよし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。これワンチャン勝てる、ワンチャン勝てる、ワンチャン、ワンチャン、はい、勝てる。ワンチャンブラスターだけで勝てる。全然き、嘘やん、これ、はいやぞ。え、嘘やん、そんな聞かへんのお前。マジ、強え、こいつ。でも、まあ、聞いてるの確かや。よし。深い漢方使おう、もう。しゃあない。さあ、お祓いもしましょう。お祓いレベル3なのがきついんだよね。シャボン玉出してきたんだけど。やべやべ。はい、出しすぎちゃうそれ。うわあ、なに、
魚にやった。ビッグホエールダイビング。ちょ待って待って、魚だったやった俺。あ、うわー、これ飽きませんわ。これうわー、ちょ待って、それやばいってマジで。さ、シャボン玉全部あろう。シャボン玉魚になるとかちょっと反則やろそれ。あ、行って魚だったよマジ。痛い、ムチ、ちょムチやばいってそれ。全滅したもしかして。うっそやん。え、くっそ強ないこいつ。普通に負けたんだけど。え、強敵は相手とはいえ負けちゃうと情けねえ。そうだろダイダラ。くっそー、ちょもう一回行こう。さあこれいけそうだね。もうこのままだったらかぶりつきで極楽で、オッケーオッケー、回復間に合ってる、回復間に合ってる、かぶりつきで殴り出した。いいぞ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 、極楽で揚力回復満、極楽いいぞ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 、煉獄もうちょっともうちょっともうちょっと、決定力出るぞ。あ、衝撃当たるいな。いっちゃった、これ決定力出る、決定力出る、出ちゃった。まあまあまあ、よしとしましょう。多少ダメージ食らってますが、これだったら多分オッケー範囲。よし、さあ見事再勝利です。ウィースウィースウィース。全然いけんじゃん俺。よし、いいねいいね。一本目だけな。でもこれ一回目負けて勝ってすぐ負け、次負けたら無限にねできんじゃねえのこれ。さあここもスキップしていい？しちゃうよ。ここ前回の見てくださいね。ここはさあ第2形態だ。絶対負けねえからマジで。ふみちゃんを守るのは俺だ。さあこれ準備する、できる。あ、エルシャクレロの体力回復できる。最初にちょっと回復しとこうこれ。ヒットポイント回復、何が回復するかな。ダブルバーガーとか食わすか。好きやろダブルバーガー多分。 OK、 88いいぞ。あ、聞いちゃった。カルラ頼む、殴ってくれ。よし、シャボン玉割れ割れ、シャボン玉割った。 OK、 さあ初手まずガンガッツリ割ります。ちょ、カルラもうサボんないでほんと。 JC のムチいってー。ムチも結構食らうんだよね。さあこれでブラスターいきましょう。動く？動く？動かないじゃん。動かないならもうスナイパーだよ、スナイパー。なめんな。はい、くれ、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 はい。よしよしよし。やべ、はい。3杯だよ、3杯。え、ミスト一発目。もったいね。お、ちょっと待って。これあのさっきのでっかいクジラよりも、体力の減り幅、でかいですね、これ。かなりいいぞ、これ。あー、ちょ、いけい。超ダメージ与えたんじゃねこれ。ほら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 、これいい流れいい流れいい流れ。極楽回復してる。シャボン玉、シャボン玉をなんかやるたびに個数増えてんだよね、シャボン玉。そこが怖いよね。また、だからもう出した瞬間で即即割る。ちょ待って待って待って、うそ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 、ビッグホエールダイビングやめろって。うわー、うそやろそれ。さあ漢方薬使いましょう。もうきっつ、ちょ移動しないで。よし、あ、敵に取り次ぎ成功してる。やべえ、エルシャクレのピンチ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 。お祓いした自分で。もう何もや。さあちょっと回復アイテム使いましょうか。取り付きはすげえいいな。ヒットポイントそこそこ回復する。いや、大トロ使おう、ここは。かなり回復シリーズ。大トロ。トロうめえからな、マジ。さあ、おっと、JK スプラッシュやべえって、それ。あ、これブラスターいけんじゃん、ブラスター。ブラスター打とう。よし、
じゃあ、動かないよね。という時には、プリティマシンガン行きましょう。頼むぜ。あ、ダメだ。はいは連続では来なかった。だが、暗いマシンガン。お前の心を体にめがけて、撃ち続けてやるぜ、15秒間。聞いてんのこれ。聞いてんのこれ。大丈夫？聞いてるかな？多分聞いてる。どうじゃ？そこそこ聞いた。ちょっとチェンジしましょう。おい、ゲロ吐きまーす。さあ、半分以下まで減らしたよ。さっきよりすげえ流れいい。さあ、受け取れ、何？あ、お札かー。スパイスアップ。ちょっと欲しい。受け取っとこう。ダッシュで受け取って、素早さ上げて、カフマハすぐ動けるからすぐ帰る。完璧ちゃうこれ。出た、シャボン玉。シャボン玉。シャボシャボ。やめろ、割れなかった、クソ、エルシャクレロ。取り付き成功しよう、クソ。取り付きは、うわ、ムッチン、ムッチンチン。ムチ痛いよそれ。戻って戻って、エルシャクレロお願い。よし、いいぞいいぞ。痛い、ムッチムチ痛い、言ったでしょ。ほぼ全体回復アイテム早く出してくれ、頼む。あんのかもしんねえけど。さあ、もう一回ブラスター打ちたい。ムチだけやめて、 JK にして攻めて、 JK で頼む。さあ、ケイマのおたけび、うわ、おたけびシリーズもやばいんだって。全員生きてる。はい、カンフーマッハやられたか。よし。これはちょっと待てよ。回復アイテム使うね。深い漢方をカンフーマッハに使って、かつそのままブラスター行きましょう。BW はやばいって。さあ、動き度数はそんな動いてないですね。ですが、念のために、ニューロンホーミングで行きたいと思います。激戦じゃん、いきなりこれ。何？結局誰なん、君。クジラくん。まあ、了解。俺知らないんだけど、アニメとかでも出てきてんの？すげえ強かったよ、こいつ。勝った気でいるけどさ、強かったって。ねえ。じゃ、ま、勝てんのか、ま、怪しいからね、今。よし、フィニッシュ、いいぞ。チェンジしとこう、これ。ビッグウェルダイビング。危ねえ、マジ。うえぇ、いいね、いいね、いいね、いいぞ、いいぞ、いいぞ。ナイス、余計。で、ちょっとチェンジしときますね。お払いしとこう、お払い。その間に戦っといて、みんな。うわ、かなりみんな、DP アタック、何それ言いたい？ドジラー。ドジラ元気？さあ、ようやく、お払い長えなさあ、素早さのお札の効果が切れちゃった。嘘、JC のムチ言って、ムチ強すぎるんだって、それ。僕は休むよってサボんないで。ああ、もう。ちょ、待って。待って、早い。あー、もう切ってー、もうカフマハやられたか。しゃないしゃない。よし、どうしようどうしよう。百鬼姫、カフマハは蘇らせよう。まず急げ急げ。で、チェンジ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 繰り返せ、チェンジ繰り返せ。みんな避けろ、みんな避けろ、みんな避けろ、みんな避けろ。よし、下がれ下がれ、みんな。いいぞいいぞ。この、一番いい構えにして、これ勝ったの、勝った。JK してる間に勝てる。これ、影村さんで勝てる。言ってくれ、もう、ほんと強かった。よし、一発目、空振る人生。空振りたくない。いけるいける。とどめさせ。頼む。一撃に。容器を込めろ。魂を込めろ。ウィスパーを飛ばせ。まだ、いかない。どうだ、これで。よし、あと一発決定力でいける範囲。なんか一発殴んなきゃいけない、あとは。殴れ、誰か。これ使ってって。うお、それ最初からよこせや。吹雪の術。これで終わりだ。クジラマンやり、めっちゃ強かった。なんだこれ。
鬼強まるじゃねえか。経験値すげえもらった、やべえ。回復薬がやっぱ俺のパーティー足んねえな、前から言ったけど。さあどうでしょう。あら、あら、聞いてた、泡になって聞いた。よし、俺たちの勝利だぜ。オッケーでーす。え、今の演出、うっそん。いやー、いい家が撮れました。思わぬハプニングに対する皆さんのリアクション、普通の演技では決して出せない、手に汗握るリアリティあふれる、これで妖怪アカデミー賞もいただきです。なんとクジラが出てきた後も続けたんですか。とりあえず素晴らしい映像を使うしかないです。ブクブクブク、みんなの頑張りに感動したよ。僕も友達になってたって。笑ってんじゃねえの、俺たちのこと。ブクブクク、コアラニャン友達になってくれた、やったぜ。コアラニャン、かわいい。コアラなの、猫なの。犬ニャンのね、同じ衝撃を感じますよね、これ。よし、さあコアラニャンのメダルゲットでーす。なんか今回新クエストいっぱいありそう。あ、ちょっと待って、これ新しいレジェンド妖怪もあるんだ、知らなかった。なんだろうねこれ、すき焼きレジェンドか。楽しみですね、頑張って作りましょうか。俺レジェンド妖怪全然いねえや。ウサビムービー、話は元戻りますが、リアルなラブロストーリーでしたよね。さすがにあのクジラに出てこられてはリアルどころではないのでは。今決めました、さっきまで撮ってた映画ボツでーす、リアルな怪獣映画でーす、編集始めまーす。こいつ覚えてるよ。ラブストーリー撮りたかったんだけど、フミちゃんとの。え、用法、え、撮れたの。脚本、総監督、ミスタームービー。何これ、シンゴジラ的な感じじゃない、大丈夫。なんだりゃ。使っとんや。こんなのあり。何この絵。本当に恐ろしいのは私たち。見とこ、みんなちゃんと。諦めず。最後まで見捨てずに、このチームのために。この顔マジ好き。クミちゃんの顔やばいだろ、完成。すごい、まるで進化。そのセリフを使ってんのかよ。クジラ、まさに神の化身。クジラ、これダメだって、ゴジラだって。だからそれも完全狙ったでしょ、これは。ねえ社長、大丈夫それ。ふるさとジャポンはダブル世界？いやー楽勝でしたね。めっちゃ疲れた。はい、経験値まだもらえるんだよ。だいたいみんなレベル50超えてきたね。いいぞ。極上マグロ3つ。極上マグロが食べたいにゃん。サルレットです。あ、金庫がください。お願いします。何でもします。いいぞ俺、いいぞいいぞ、金庫系、金庫系ルート来てる。頼む。もう行こう。来た？よし！出演料だこれ。安いぐらいだよ。はぁ、疲れた。はい、ということで皆様ご一緒いただきましてありがとうございました。妖怪アカデミー賞見事取れましたね。取れたのかな。ということでまたね、次回、またなんか新しいクエストが、妖怪バスター、そろそろバスターズモードやろうか。ね、をやっていきたいと思います。お疲れです。じゃあの。